ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは、パチです。いいねとコメントご意見などいただき、ありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございます。今回もイマジネーションクラフティングです。何を作るのか？ポータブルターンテーブルレールレイアウト。何それ？この動物を転がす装置を利用して何かできないかなと。ハム転がし。じゃなくて、このボールベアリングを使って回転台を作ってみようと思います。どうやって作るの？段ボールから円をくり抜いて、ベアリングの回転部分をグルーガンでくっつけてみました。レールを仮固定してくるくる回してみます。これ楽しくない？でも車両がちゃんと走るんだろうか。試してみよう。裏側を固定して、レディー、走ってるじゃん。粘土を盛り付けてジオラマみたいにしてみよう。これにストラクチャーとか乗せたら楽しくない？ノリノリだね。どうした？粘土が重すぎて壊れてしまいました。あらー、やり直し。もうちょっと正確な円にしないとうまく回転しないようです。ペンで線を引いてみると歪んでいるのがわかります。正確にレールを引きたい。もう一度丸く切り出しました。ついでにガイドレールもつけてみました。なんか歪んでいるよ。おかしいな。声援を出すのって難しいのだね。粘土のせいで段ボールも歪んでしまった。ふにゃふにゃ、また失敗か。 DJ みたい。楽しんでるな。理想的な円が作れないので適当な既製品を使うことにしました。ひよったな。パソコンのモニターとかを乗せる回転台です。強力両面テープで固定してみよう。円周にちょうど合うようにマガレールを貼り付けます。マガレール便利だね。先ほどの粘土をきれいに落としました。失敗したからね。裏の台座はこんな感じです。これを回転台に取り付けます。こうやって線を描くの楽しくない？正確な丸が描けるよ。そうかい。結局適当にくっつけちゃいました。中心さえ出れば大丈夫だよ。完成。ご視聴ありがとうございました。